PC エンジン版 A ドット3ドット A 列車で行こう3580枠目。今日はピースフル3ですかね。和骨 A 列車で行こうです。和骨です。和骨です。はい、黒風さん、2個目さん、3年 B 組、ドンパチ先生さん、4個目さん、5個目さん、10番6歳になっちゃい、リグダさんがありです。パンヤッパン。和骨。シャドルさんいらっしゃい。パンパンヤッパンヤン。パパヤパヤッパ和骨の2。ルドさんいらっしゃい。パウさん、ネコズさんがありです。ザコ。パンヤッパン。え、列車で飛行、そして運用。ヨウケンさん、13個目さんいらっしゃい。パンパンヤッパン。パン。ちょっと売りすぎて工場が売れなくなっちゃったからね、しばらくちょっと期間空けないと工場が売れない、この最近ね、買い手がいない、少なくなっちゃった。モズコさんありがとうございます。アランプロソさんいらっしゃい。シャトルさんありがとうございます。買い手がつかなくなっちゃった。あ、小説とあとゲームボーイ持ってこうかなと。社長、最新携帯ゲーム機、ゲームボーイ。農協業時代でしょ。おじさんが例です。わらわら、ワーコース。クラスおじさんにして。社長さんはコスです。27個目さん、26個目さんにして。ゲームボーイは何のソフトなのか聞いてない。ゲームボーイはネクタリスと、見たらネクタリスとなんだっけ、ゼルダの伝説と、天神回戦。あと何かあったっけ、なんか4、5本あった。シュナさんやで。ウブのネクタリス持ってるの。持ってる持ってる。ゲームボーイ持ち込みかは競輪選手みたいですね。わら。ラックスさんが任天堂を。携帯ゲーム機それしかないから。ワンダースワン持ってるの。ワンダースワンの方が結構 あるんだけど。ワンダースワンね、もうずらなくなってた。電信回線めっちゃむずいですよね。電源がね、入れてもあのもう映らない。いつものように実況しながらやってしまいそうですね。そこはちょっとね。アストロシティ見に持ってこうかなと思うけど、あれはちょっと机に置かないとできないからね。アストロシティはテレビにもし映らなかった場合は、ワンダースワン電池持ちいいんでコスパはいいんですよね。そうなんですね。あれ単三1本で21時には消灯ですもの。1本で結構いいんでね。40個目さん、42個目さんじゃない、持ちがいいんであれだったんだけどね。画面黒くなっちゃった、大丈夫かな。多分まだいいと思うんだけど。ライトボーイも準備しましたか。あ、暗闇ではやりませんよ。あの前回の休止感はすごく虚無感あったので寂しくなりますね。お、できたできた、トマができましたね。あ、ちょっとね、1週間私の動画を見て入院とかだと携帯機酔いですね。寂しさを紛らわしてください。ごめんなさい。隣の患者がずっと男男言ってて怖いんですけど、悪の数軸のタワーいろいろ持って行ってもぼーっとしてたら退院してそう。笑。前回は原因不明だったから虚無感すごかったですね。前回はちょっとね、ムーゲボーイ持っていくんですか。ムーゲボーイを。ホンダ PC に GT なんでしょうけど、GT はちょっともう動かないから、 GT も壊れちゃったから。まあ1週間だったらもう暇しないでしょう。あれだけ。軽いって今考えると結構重量ありますね。あ、私の軽いやつ、ゲームボーイポケットですかね。なんで、重たいやつじゃないですか。前回は何か持ってく余裕なかったですか、ね。あれ前回突然でしたから何にもなかったんだよ、もう。いいですね、薄型。何にもなくてね、本当に。今回も準備万端で。どっか旅行にでも行くんじゃないかね、旅行カバンに荷物詰め込んで、ですぐ取り出せるものは袋に持って行ってから旅行カバンプラス袋持ってくるから、ゲームやりたくなりそうですね。なんかね、そうなんだよね。テレビがいい、入院も旅行みたいなもんですよ。見るテレビがないですね。あ、アイボーぐらいか。アイボー、アイボーと。アイボーはいいかな。
私はムーゲボーイアドバイススプ持ってますよ。SP 持ってるんですか。スーナさんあれです。SP は持ってないですね。そういえばこのカンジャンクでゲームギアのテレビチューナー売ってるの見ました。わら。いつもならいい列車の時間だなってなりそう。わら。社長こんばんは。いやまたやで。いつもならちょっともうこの時間はゲームですからね。もうテレビチューナーもダメですよね。地デジ対応じゃないから。ねえ。ファンザと提携してたらいいんだけどね。パソコン持ってきたらいいんだけどね、ゲームいらないかもしれないね。パソコンがちょっとね、持ってっても多分ネットできなくなるだろうから。ワンセルチューナー内蔵したやつ作ってくれれば、使えても使えないテレビチューナー。使えてももうテレビチューナーは。マークさんのテレコンパックで電波飛ばしてゲームギアに移すんですよ。あれすごいですよね。ファンザと契約しているわけないんだよな。テレコンパック。昔のね、あの時点でこの何ですか。電波飛ばせるっていうね。本当に映ったのかどうか。そういえばブトのチューナー売ってたんですけど、確保しときますか。GT のでまあコレクターで。ワコプンです。コレクター向けですね。もう使えないんでね、チューナー。アガド大問題ですね。私はでも GT で昔はテレビ見てましたよ。車載テレビとか言って車の中に置いて。まあほとんど映んないんですけど。細かくて見えない。わら。NHK と民放が1チャンネルなく映ったかな。カズサトシキさんがあれです。謝罪テレビ。ラックスさんも大変ですね。謝罪しない。明日が大雪らしいので車の中にノート PC とか。ツーナさんあれです。ポケット Wi-Fi 1ヶ月だけ契約してもよかったですね。あ、その1ヶ月だけとかできるんだ。和骨です。さすがに流行ってませんよね。ああ、デュオのモニターとか持ってないですからね。デュオは持ってるけど、モニターとかのデュオのやつは持ってない。うちんとこ明後日っぽいですね。明日雪が降るんだったら。社長の会見は謝罪会見ですか。もうちょっと寒いはずだけど、まだ明後日っぽいですね。明後日でよかった。簡易会見。高さんやで。明日から入院されるんでしたっけ。そうですね、明日から。ですね。うちのあたりは水曜がめちゃやばです。多分水曜日だったよね。火曜日、明日なんか大雪とかいう話だったけど、多分明後日ですね。天気予報見たら明後日雪の。Wi-Fi 完備の病院も結構あるみたいですけどね。それならノート PC 大活躍。区域ですね。でも病院以上にあったかいですよね。水曜日がやばいですね。Wi-Fi 完備してんのかな。明日も夜くらいから荒れるようなので日中ならまだ大丈夫ですね。Wi-Fi 完備してたらノートパソコンで使えるの。ちょっとそこで全く私分かんないですね。私は Wi-Fi じゃなくてパソコンに何ですか線直接つなげてるから。医療機器と Wi-Fi って大丈夫なのかしら。昔はね今の病院大丈夫なんですよね。昔はなんか病院内は携帯電話切ってくださいとかねありましたけどね。タブレット PC ならいけますね。今更ですけど今は特に大丈夫みたい。大時代の進化ですね。時代が進化してる。タブレット P 薄いやつですかね。よくたまに誰かやってる人がいるね。96本されてここの資材はちょっと工場が赤字垂れ流してるから赤字をちょっとまだ書いてはいない。少しでもちょっと資材を運ばしとこう。多分ここが赤字だと思うんでね。駅作るか。
買ってくれない、誰も。多分次の年行かないとね、その年での上限が、上限みたいなのがあるから、多分次の年行けば大丈夫。子会社売れなくなっちゃう。子会社ね、この年はもう売れないと思う。おそこ駅が多すぎて、なんだこら、駅がどん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 作ったよ。駅が多すぎて、なんだよ。駅上限があった。駅じゃあどっか廃止しないとダメだね。町が発展したとこは駅廃止しちゃうか。もう雑社長の恫喝。ぶっちゃけここは部長生駅ですね。うわー、もうあそこの駅もういらないよね。あそこの駅取り580枠目の真実発覚。あ、ま、前も多分知ってる、知ってたんだと思うけど忘れてるね。子会社がなんか連続して売ったら売れなくなっちゃうっていうのは覚えてたような気がするだけど、駅の上限があるっていうのちょっと忘れてたもん。その駅で結婚を誓い合ったカップルもいるんですよ。駅が多すぎますわ。何が面白いですね。駅が多すぎる。でもいいじゃないの、駅多くても。駅作りたかったらレール引けよって顔してましたね。あ、ここはでもここはいっぱいあるしな。ここら辺連続、あ、ここの駅いらないかな。駅が多すぎる。ここに駅があるよ。わ、ここの駅もいらないな。ここ真ん中の1個、駅あるだけでいいんじゃない。駅に過剰投資しすぎた結果、わらわら、発展したところの駅を潰すって、そこに住んでら住民の移動手段どうなるの。多すぎると家族つく前に次の駅に到着しそうです、ね、そこの住民さんは、申し訳ないけど、ここの駅潰したら、まあ、ここにすぐあるから。ね、ここにすぐあるからね。歩いてすぐだから、もう 歩けばいいんだから、ここね。もうしかもドームとか駅とかあるから、いいとこだ、こうね、歩いて。バーソンだよね。秋葉原駅からお茶の水駅並みの距離。いや、みんなこんな角に駅があるからね。この駅はまあまあデパートの売り上げとか落ちるだろうけどね。デパートの売り上げとか落ちちゃうけど、まあ私が持ってるデパートじゃないからね。おかしまくらいなら潰しても、ここは健康のためにね、ここを歩いてもいいんじゃないの。もうここはもう、ま、あの、次の駅のホームが見えるやつ、わら、家がね、あとここにも駅があるからね。あの、なんならこの線路またいでね、この立橋があると思うから、ね、立橋があるから、もうここの駅からでもいいね。ただここの駅だと、このここぐるぐる回る路線が路線とあっちに行く路線ないんだけど、ああ、ここバスの停留所の感覚あれだね。ありますよね。わらわら、線路をまたいで、わら。ここの駅だとこっちの R 線になるから、あれだね。こっちから外に回る駅が、電車があってもいいんだけど。あとなんだけど、7車走らせられるから、詰まるかな。よし、高輪ゲートウェイいらないな、暴言。逆に言うこれラックスゲートウェイいらないな、参道、わらわら。今ちょっとここの発展が遅いから、もう一つ電車を走らせるかな、ここの真ん中に。ここはまだまだね、タワーはできたけど、ここはちょっとまだまだ発展が遅いから、もうただもう一台電車走らせて、今まだ余裕あるかな。次の電車がついてるからね、まだいけるかな。そそり立つラックスタワー、まだいける、いけそうな気がするね。で、今度はこっちを、ここ1台しか回ってないよね、確か。じゃあどこ回る、これとか。これは外回り。これはそこの。これはどこ回ってんの。あ、今だと。これ、これは、来週だね。これは、これどこ行った、これどこ回ってんの。あ、これ外、あ、外回りね。これは
うちの近くは500メートル内に3つバス停ありますよ。3つバス停ある。すごいですね。うちのとこバス停あっても1時間に1本とか、1本あるかないかですよ。ものすごい効率悪そう。次のバス停が見える。次のバス停がね、効率が悪そうですね。500メートルは歩こう、わらわら。500メートルなら 歩きで、多分そこら辺で料金3つとも、バスの上と下にバス停見えてるとこありますあります。3つとも同じですよね。近いけど地高でそれをやると大体10キロぐらい。あー、瀬戸地方都会は近いけど地方は結構遠いですね、駅はね。走らせるか。お金あるよね。税金もらったし。でもその坂一個すらしんどくて、下の診療所に行くとき乗りたい気持ちはあります。ああ。車で5分歩いて1時間とかよくありますね。みんな坂下で降りてましたね。学校があの坂の上にあったときありましたけど、バス停が門の正門の前に、目の前に止まってくるバス停と坂の下のバス停、あの時間帯によって違うんですけど、みんな坂下でみんな降りてるから、私も真似して坂下で、いやー、あの正門前もに行く方が料金変わんないしいいんだけどなみんな下で降りるから。そう、5分、車でがないとね、心臓破りの坂、車がないとやっぱり田舎はしんどい。なるべく車での入院する人は車での、LINE はご遠慮くださいって書いてあったけど、しょうがない、私は車で行くと車で行く時間バスだとちょうどいいのがないんだよね。かといってタクシーはちょっと微妙に高いし、この回自転車パンクして歩いて行ったのマジで寝かれそうでした。坂だけでも短かった。タクシーだと、タクシーのうんちゃんも微妙にね、この距離で乗るなよみたいなあれだし、でもこの距離でこの値段かよってあれだしね、ちょっと、だからちょっと車で行っちゃおう。自転車パンクするとすごいショックですよね。ああ、そうですね。バッテリーがね、前緊急だったけど、バッテリー上がってなかったから、多分大丈夫と思うんだけど、森さんが一番それで。まあ、駐車場にとればね、時々エンジンかけられるからねこっそり抜けてこっそり抜ければ抜けられるかな。雪降ってワイパーがフロントガラスに密着。雪降るときは明後日だから、多分ギリセーフ。明日、まあ明日前に預かってくれた自転車屋さんのマスクで預けるのやめようかなって思っちゃった。明日もし持ってたら悪いけど、あの弟に連絡取ってなんとか今日の迎え連れてってって言おうと一応連絡はしてるんだけど、雪降ったらお願いします。いや帰りがねやっぱ困っちゃうから、とりあえず弟の仕事の都合を聞いて、あの行ける状態だったらいいんだけど、雪降ったらあの弟もスタッドレスつけてんで、雪降ったらもうあの連れてってやるよって言ってたから、雪降らなかったらちょっと車爆破はされてません。降った方がいいのか良くないのか、わら。帰りがね、でもね、じゃあうちら雪降るよう祈りますと。まあ、頑張れば歩いていけない距離でもないんだけど。カノミッキの弟さんですか。ラックスさんの弟って背が高くて緑の服着てるんですよね。それルイージ？ルイージじゃないよルイージって背が高いんだっけ。マリオ歩いたらどれくらいかかるかな。ちょっとあの重たい荷物抱えて転がして、地味な弟定期、わら。
イヤーは一回なんか主役になりましたよね。なんかねタイトルルイージなんちゃらってありましたよね。こういう時ですからタクってもいいんですよ。あ、この間タクシーで帰りましたよ。もうあのルイージマンション帰りの足がなかったんで。この荷物っておもちゃですよね。いや結構ねなんか割と旅行カバンが重たかった。やっぱりジャンプ力があってスリップする方なんですか。行きより帰りの心配の方が大事ですよ。寝た状態からの帰り歩きはにゃんですよ。ああそうですか。歩こうかなと思ったんだけどやっぱりや歩くのしんどいわと思った。タクシー呼んじゃった。送ってもらうタクシークレイジータクシーみたいにホッピングするんですよね。クレイジータクシーでやめてちょうだい。入院ですからちょっと贅沢してもいいのさ。前の時はないくらかかったのかな。1800いくらだったのに、ギリ2000円しか持ってなかったんで、ギリギリ甘やかしたっていいじゃない、帰っても安静だろうし、ギリ良かった持ってた。ギリ、わら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 。一応最初はあのお袋がのとお袋がどっかあの友達の車に乗っけて行こうかって言ったけど、おふくろの友達だったらちょっと高齢者の運転はちょっと怖い怖いっつって断ったんですよ。わらわら。だその友達の運転、あの運転ね、うちの駐車場に入るのにあのケツがいつも道路にはみ出してんで、もっと前止めてくれって言ってんのに絶対あのはみ出したり、あの出るときに出るときに垣根、あの木の垣根があるんですけど、そこにね、すったりとか、すやみ出したりするから、怖くてね、よくあんな、あの人の車乗れるねって、いつか事故るんじゃないのって言って、いや、大丈夫って言って、いや、大丈夫って言っても、俺は怖いから乗れないよって。恐ろしすぎる、わらわら。どこが大丈夫なんですか？怖いわと思って、スピード出しちゃないから大丈夫よみたいな。郊外のでっかい駐車場のスーパーじゃないと不安ですね。わら、本人の資格がなくて怖いわ。え、うちの駐車場であそこ止められないくらいなのに、普通駐車できるのって言ってバックで、なんか広いとこに回って止めてるから大丈夫よみたいな。バックで止めちゃないからみたいな。バックでしないでどうやって駐車するんだと必ず前からドラレコなんてつけてないですよね。ドラレコはどうなんのかね、それ聞いてなかったけど、あ、つけてるとか言ってたかな。あ、ついてるとか言ってたよ。なんかラックスさんがいない間、こたまちゃんに部屋荒らされないといいですね。今はいいけど、明日の朝ちょっとね、完璧に武装、あの防御して防御してちょっと出るつもりなんで、まあ線とかは全部抜いて行こうかなと。もし何かやられた時にネットとか貼っておきましょう。わら。油断したらちょっと。怖いから。猫ちゃんは侮らない方がいいですよ。今日も旅行カバンを開いて、あの下着とかバスタオルとか詰め込んでて、ちょっとあとトイレ行こうと思ってトイレ行って帰ってきたら猫が入ってた。こらって。わら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 。猫が入ってた。わらわら。やると思った。わらわら。だからね、あの広げたままとかね、高すぎるんですが、わら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 、それはもできないんですよね。おたまちゃん、ああいうの見たらすぐしっこしちゃうから。一緒
所に行こうとしてやがった。いや多分中入ってタオルがタオルの上でしっこしようと思ったんじゃないかな。こら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 。バッグとか入り込みますよね。入りますね。バッグとか好きなんですよ。あら行きましょう。わら危ない、わらわら。あったかいですよね、まあ、ね、猫ね、ベッドの中入ってきたりしたらそれはいいんだけど、今のところでもベッドの上では やってないですね。まあ、必ずしっこさせてからあげてるけど。大事故寸前じゃないですか。やだ。しっこ取った後じゃないと。入って肩を組んでブシャーブシャーブシャーまずい。この椅子の上ではやられたけど、何気にまだ微妙になんかおしっこの匂いなんかプチッコの匂いが、あ、前回あります。私の今座ってる椅子の上でやらかしましたからね。まだその椅子を使いだったんですね。使ってます。もうどうしようもないから。ファブリーズいっぱいかけましょう。わら。かけました。おしっこの匂い消しみたいなやつ。新しい椅子欲しいんだけどちょっとね。この椅子どこに捨てようかって。捨てるとは困るんですよね、本当に。対動物用の消臭スプレーも使うんですからね。ああ、そう、あれね、全く効きませんでしたね。わかる。よく おしっこの、おしっこしつけスプレーとかなんか売ってたけど、800円ぐらいで。全く効果なかった。ソファーによくしてたから、ソファーにピシャーってかけて、で、そこ、まあ、ちょっとにかく下のところにみんな、あ、台はしないですね。しっこだけです。しっこ、まあ、台ならまだいいんですよ、コロコロで。あ、そんなに、なんですか、汚れないから。おしっこなんですよね、こだまちゃんは。おしっこするから、ピシャーピシャーと。にゃーにゃー言ってるとき結構要注意ですね。にゃー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 言って、すぐもう泣いてたらトイレに連れてって押さえつけないと、やられたって。そしたらこの間は新しいの買ったんですよ。新しいの買ってしばらくはやったんですよね。気に入ったみたいで。でもクロンちゃんがママするから、3匹中2匹がなんか同じトイレを使いたがって、そうしたら、なんかちょっと専用じゃないにゃみたいな感じになるのかわかんないけど、また別のとこでやりだすから、とにかく押さえつけないといけない。ここでしなさいって。で、やったら褒めてあげるんですけど。あ、なるほど、猫付き合いあるんですね。やってといったところで褒めたらいいかなと思って褒めたけどダメなんだ。しばらくしたらもう忘れて。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジン版 A 列車代行3は毎日やってますけど、明日からちょっとまたね、お休みになります。1、2週間程度のお休みです。オフでした。あら、オフでした。ウェブ画面が出てこない。オフでした。オフでした。はい、オフでした。オフです。しばらくお休みでございます。オフさんにゃん。オフでした。社長は習慣です。社長は習慣されない。そうです。そうでした。そうでした。